貴様らか、リーガルはどこだ。何？お前はリーガルに負けたんだぞ。ふざけるな。まだ勝負はついていない。貴様らから先に始末してやる。クラッシュノイズ。日本に生徒なんか。今ネット君と円山君が応戦中です。レジンさん、マダム剣士。大丈夫、気を失っているだけだ。どこを見ている。シェードハンド。円山。くそ。死ねえ。リーガルキャノン。フェアリーガル。キュリコバトルチップマグマシード。さあ二人とも今よ。あ、プログラムアドバンス。ハイキャノントリプルスロット。ブレイブ、エレキ、アクア、バンブーソード、ギガキャノン、エレメントソード。ユリコ、待ってくれ。消滅したはずのシェードマンが再び現れた。これもデュオの力なのか。パストトンネルを調べて。パストトンネル。デュオの地球抹殺が始まったあの日。そこにパストトンネルがあるわ。すべての謎を解く鍵はおそらくあそこにあるはずよ。根拠は？竜王のプローブとして改造された私の遺伝子がそう教えてくれているの。竜王は俺たちに一体何をさせようとしているんだ。私にもわからない。ただ一つだけ確かに、私も竜王の試練を与えられた一人ということよ。ネット君、円山君、名人さん。よかった、二人とも無事で。ユリコ、シェードマン様、シェードマン様、シェードマン様、ブクシェードマン様、ずっと探してたね、ブク。夢じゃない、本物のシェードマン様、ブク。返事をしてくれね、ブク。目を開けてほしい、ブク。真珠に当たる、ブク。ブク。ダークチップを。ダークチップ、ブク。おお、すっげえ、これが時空ドアか。すげえな。前に来た時は全然観光できなかったからさ、今度はゆっくり見て回りたいよな。皆さん、間もなく到着です。おお、すげえすげえ。うおー、つまりあのシェードマンは過去から現代へ紛れ込んできたのではないかと考えられます。リーガルに完全にデリートされる直前に時空を超えてしまったということですか。そう、そして偶然にも時空アンテナがそのエネルギーを捉えてしまった。ですがパストトンネルは時空シールドで封鎖していたはずでは。確かに以前我々を襲ったトリロウイルスやそれと同じレベルのウイルスなら時空シールドは有効です。しかし万一のため
パストトンネルの監視体制を続けてきましたが、さすがにシェードマンのような強力な存在には無力でした。特に先日の場合、シェードマンの断末魔とその異常なエネルギーがパストトンネルとの相乗効果で奴を現代に呼び寄せたのでしょう。シェードマンがダメージを受けていたのはそういうわけだったのか。ところでネット、全ての謎を解く鍵はパストトンネルにあると大園百合子は言ったんだね。そうだよパパ。確かです、光博士。博士、心当たりは？実はまだ実験段階なんですが、パストトンネルの時空の歪みを制御できそうなんです。時空の歪みを制御すると言ってもまだ完全なものではなく、電脳空間限定ですが、試してみる価値はあるでしょう。ネット、円山君、ロックマンとブルースを過去の電脳空間に送り込むんだ。ロックマンとブルースを過去の電脳空間。工場の稼働は問題ありません、会長。そう、最近はネットセーバーの坊やが出しゃばってきてやりづらいったらないわ。俺様が海外のルートを開発している最中だ。もう少しで目処が立つ。期待しているわ。侵入者だ。侵入者ですって？すぐ始末なさい。ダークオーラタンクの方だ。急げ。この先は通さない、プク。なんだ貴様、邪魔だ。絶対に通さない、プク。目障りなやつだ。シェードマン様、こいつらアステロイド、プク。離れていろ。プク。やつが噂に聞くシェードマンか。ダークロイドかなんか知らんが、やってしまえ。ネオンライト、ワイドラクサー。口ほどにもない。レッドウィング。フラッシュマン、やろう。ジャンピングか。なに、おお、なかなかいい腕だ。もらうぞ。これだけは覚えておけ。電脳世界は愚か、この地球は全て我らダークロイドのものだということをな。フラッシュマン、ウィストモン、消えろ。バブルマン、ルッドギップ君、かすかだが覚えている。リーガルに敗れデリートを覚悟した私が、あの時通過したゲートは一体。円山君の調査結果を踏まえて、目標は20年前だ。了解。不安か？全然。って言ったら嘘になるかな。でも不安よりも好奇心の方がいっぱいなんだ。20年前の電脳世界だなんて。実は俺もだ。時空タワー稼働。時空タワー稼働。
なるほど、そうか、そういうことだったのか。シェードマン、デリートしていなかったのか。シェードマンだって、よりによってこんな時に。ブラス、私の邪魔をするな、この。再びこの地球にダークロイドの世界を築くため、行くぞ、過去の世界へ。シェードマン、うわぁ、シェードマン様、僕も連れて行って、パク、パク、平気だ。今のは一体。博士、時空が安定しません。パストトンネルの拒否反応だ。拒否反応、分かりやすく例えるなら重量オーバーだよ。初期設定ではロックマンとブルースだったからね。博士、妙な映像が入っています。パストビジョンか。いえ、過去ではなくリアルタイムの映像です。今モニターに。数は人類をはるかに上回り、世界の 90% を制圧。アメロッパの一部と極北で、わずかに生息する人類の残党ももはや抵抗力を失い、20年に及ぶ人類との戦争も終結まで秒読みと思われるデプク。